ベニクトゥナニア・ホベは、イングランド・ロンドン・レートン出身のサッカー選手。ミルウォール FC 所属。ポジションはフォワード。2001年に、アーセナル FC のユースチームでキャリアをスタートさせ、2010年にトップチームに昇格した。その後、ハダースフィールド・タウン FC、レディング FC、ボルトン・ワンダラーズ FC、ミルウォール FC、シェフィールド・ウェンズデー FC に、レンタル移籍した。 2014から15シーズンは、ミルトン・キーンズ・ドンズ FC に、レンタル移籍。2015年に1月、ウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC へ完全移籍、3年半の、契約を結んだ。2018年6月1日、ウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC はオプションを行使し、アホベと長期契約を締結した。2018年6月12日、 ストークシティ FC に買取義務付きレンタル遺跡。2019年1月、ストークシティ FC に完全遺跡。イングランド代表として、各年代でプレーし、アーセナルユース時代には、アンリセ世とベンゲルが惚れ込んだほどの逸材。2012年には UEFAU-19、欧州選手権に出場した。2017年6月10日、今後民主共和国代表として、 アフリカネーションズカップ予選に出場し、A 代表デビューを果たした。ありがとうございます。